どうもおはようからこんばんは、殿でござる。三国戦記リビ編、続きをやっていきましょう。さて、じゃあいよいよね、生徒に攻め込んでいきましょう。まあ、生徒に攻め込むといっても、こっちから行けば、一旦で陥落するんですけども、せっかくね、ここに超人さんがいるならば、部隊を送り込んで、ここを取って、で、駅州、生徒に行きましょう。でね、今回ね、10ターンあったんで、8ターンかけてね、馬長を取って、この領州に送り込みまくって、ここの在野武将を全部入れました。もちろんね、馬隊とか馬厩、馬鉄とか、あとはこっちにね、いた関水も入れました。これでね、馬長とか、あとは宝徳とかも入ったんで、彼らをね、使いながら、生徒を取っていこうと思います。まあ、こっちにもね、舞台置いているんで、さっき言った通り、一旦でここを攻め込むこともできるんですけれども、まあ、あとはね、まあ、今回、まあ、エンディングはマルチエンディングなんですけれども、今回のこの実況では、義を倒す方で、ここで行こうと思うんで、ここにいたフォートさんはいました。まあ、多分、史実通りではないか、普通に進んでいったら、まあ、ここやろうって言うんだ。まあ、それはいいとして、まあ、普通に話を進めると、フォートさん、なくなってしまうと思うんで、まあ、あまり使ってもしょうがないかなっていう気はします。とりあえずは行きましょう。ああ、格闘！旧部隊で戦うことになるか、もうちょっと死者を送り込んでおいた方が良かったかな。まあでも、超人さん、忠誠の厚い武将が相手だ。こっちは劉備と馬長。森か、やりづらいが、激励がいいかな。王類、階級は6ね。で、超人、なかなか強いな。階級6なんで7コンボかな。あとは、リゲン。で、玄関のじっちゃん。まあ、今回、甲冑さんはこの戦いにはいないんですが、まあ、最低でも6コンボか。こっちは、こちら、馬毛記。で、巨著。義援。劉備。宝徳。諸葛亮。毛海。それさっき言ったか。ジョッショと、顔料。こういった面々でやっていきます。まあ、劉備さんも、ね、我らがリーダーですから、一応はね、鍛えておこうかなって思っていますが、お、玄関のじちゃん、どうしようか。先方で完成活動さあいらっしゃいいらっしゃい、ようこそ我が陣営へ。あとはちっちゃんボコっていけばいいだけか。こっちも何かできるかな。お、王類か。長寿はちょっとかわいそうだから、どうせ突っ込んでくるとは思うんですけどもね。ならば君を挑発。まずは敵部隊を分断させて、で、こっちで陣形を整えて、なんとかコンボを入れていきましょう。ただ、挑発は戦意が上昇するんで、これによって果たしてどうなるか。連冠とかさせてくるかな。さあ、超人、急いで向かわねば、君の仲間がボコボコにされますよ。玄関のじっちゃんはそこで、まあこう入れていこうか。北戦ね。で、正当激戦。後ろですか。下がりましょう。正当激戦で戦意マイナス20か。超人たちどこ、まあ、いつ来るかな。あ、こっちは同士打ちいけるんですね。攻撃するのも怖いが、既得は向かってくるな。そこで側面攻撃か。コンボは入れてこない。劇場状態にね、まあまあいいだろう。
モカイくんが怒られているな。ボズメとかも考えるならば、こっちがいいか。激励は孔明先生が使えるんですよね。こっちは波状攻撃。どうコンボを入れていこうか。さて、準備が整いました。じゃあ、やっていきましょう。まずはこちら、孔明め、短期掛け。さあ、これで二人ぐらい入ればよいか。新参者ですが、活躍していきますよ。ボズメが入ってしまうんだ。実はね、孔明先生、賭けが入る予定だったんですけどね。まあ、こっちが、戦員が上だったんですよね。まあ、それはそれで構わぬ。次は完成。これで、超人さんもちょっとはダメージを与える。で、一斉突撃。これで、二部隊、攻撃が入る。で、奮闘。これで5コンボ。6コンボあればいけますからね。まだまだ。巨長の5詰め。だが終わらんぞ、同士打ち。要所王類捕獲で、玄関捕獲。まあ、本当は孔明先生が、やってくれるはずだったんですけどね。よし、次だ、次だ。まとめて威圧か。あ、4列もいけるんだ。威圧すごいね。そこまで、超人さんの威圧が届くんだ。さすがは名将。ただ、超人の後ろにいる、そうそう、これどうしようか。で、突撃か。こっちは既得なんですよね。既得は加えてもしょうがないからな。まあもう超人さんを倒す方向でもいいかもしれないが、利言か。まあ有効武将、こっちにいるはずですから、それはもう構わないか。じゃあダメージを回復してあげよう。あ、別に食らっていなかったか。ただ戦意を下げられただけだったな。まあ、玄関が入っただけでも良しとしよう。まあ、もう一人いたが名前を忘れてしまった。こっちは進めなくなるな。まあ、射撃ぐらいは入るか。ユビさん、ちょっと横に行こう。あとは超人さん、奮闘、威圧、ゴズメね。残り1ターンしかないからな、次終わると。超人さんを編成してくれると彼を捕らえることもできたかもしれないが、でも君主ではないからな。いや、でも7コンボ入れたらいけるかな。ちょっと狙ってみるか。ふむ。まあ、こんなものかな。これでやってみよう。まずは顔料からスタート。強行突破で突き抜けていこう。一部隊だけはコンボが入らないので、これで8コンボぐらい狙えれると思うんですかね。まあ、あとは計算通りに行けばいいが。イゲン君は今回しょうがないか。で、孔明先生が完成。これで既得をこちらにおびき寄せる。で、そっからの一斉攻撃。で、短期掛け。馬長も活躍しますよ。で、こっちの連関させておいた序書の後方奇襲が入る。お、強行突破。義援か。仲が悪い孔明先生いるんですけどね。でも彼は鬱憤を晴らすかのごとく、強行突破をクリティカル。思い知ったか、孔明。みたいな感じか。で、奮闘。
超人さんどうだろう、君主じゃないから入るかな。で最後に激励、これで8コンボになる。まずは既得は敗走。よーし、超人捕獲。結構ね、劉璋の武将も好きなの多いんですよね。玄関も李玄も法政も実は好きなんですよ。ま、李玄君は今回しょうがない。義援は側面攻撃。おお、法令名は乱射か。で、指導を選挙。で、残りはもう一ターンしかない。角斗さんは外れてしまってはいるんですけどね。じゃあ、あとは誰を差し向けようか。レベルもね、結構考えてもいるんですよね。少ないやつを今回は加えていたんで、強調顔料はこのままで、上昇も鍛えていきたいんですよね。馬超はもう十分か。こっちも編成する時間を与えたかったんですけどもね。こっちも甲虫たちがいるんですよね。こっちは各所。じゃあ今度はこっちを使っていこうか。シバロウと巨竜。怖いので、モーカイさんくらいは送り込んでおこう。よし、これでこのターンで落とせば、生徒は、この竜、ああ、巨竜か。よかった、3人送り込んでおいて。これでこちらは10人となる。やっぱりこうなるんですよ。一人はね、やっぱり帰ってしまうんだ。お、拠点があるな。甲虫と各所、相手は竜将。まあ、動きやすくなるかな。ならば突撃陣形、奉仕の陣。あ、邪魔なのあるな。これどっちのだろう。しかも、竜将さん、どうやら取り根にこもっているではないか。弱いな。宝石はやっぱり欲しいな。有効武将、劉備とかだと思うんで、この職が滅んでもパッと入るとは思うんですよね。長所、相手についてしまうか。結局、それがバレて君は殺害されることになるんですよ。しかも強っ。宝石で、戦法なかなか使いやすいな。で、あとはライド。威圧に挑発ね。こっちは、カンネ、ジュンイク、チョウコ、シバロ、各所、学神。お、軍団長は、コーチュン。猛海に、テイク、リテム。できれば、レベルを上げたいというのもあるので、使っていきたいんですよね。じゃあ、ならば、この劉備を、職に引き入れたのは、君だったな、確か、長所。だが、その目論みがバレて、結局は相手につかざるを得なくなった。さあ、こちらに来るがよい。煽るなぁ。まあ、劉璋は後でじっくりと料理してやろう。こっちは、激励ね。で、他のこの2部隊かな、法政さんどう来るかな、というか法政さん軍師じゃないんだ。で、励ますのが大好きな各所。あの櫓も敵のものだと思うんですよね。ただ相手も挑発持ちがいるんですよね。そこを気をつけたい。でもできれば武将も捕獲していきたい。まあいろいろね、まあ欲張ってはいくんですけどもね。突撃でここまで押し出す。とりあえずは連関させて動きを止めておこう。激励を繰り返し使えばコンボは稼げるか。それでまずは要素さんを加えていこうかな。まあ、素直に下ってくれればよいが。
とはいえ、挑発持ちがいるんですよね。それが怖いんですよ。こっちに行くことで、彼がね、挑発を仕掛けてくるかもしれない。ライド。接近するまで様子を見るというのも一つの手か。とりあえずは射撃を加えて士気を下げておこう。こっちは特選だったっけな。結局相手に ついたばかりにこうやっていたぶられてしまう。まあ、自業自得かな。とりあえずはギターいう敵を連貫し続ける。こっちから出向かないといけない。そんな感じがするな。まあ、それはね、砦を攻めれば簡単に終わってしまうんですけれども、やっぱりね、コンボを狙って経験値を稼ぎながら武将を捕獲していく。ライドさん、そろそろ来てくれるかな。やつ持ちっていうのもなかなか厄介なんですけどもね。試しにハマってみるか。相手の階級は多分6ぐらいでしょうね。で、彼が13番目に行動。おや、そこで使うと、おやおや、感性が入る。ならば連冠。ちっちゃんどうしようか、奮闘させてみようか。ダメージ大きいね。これで各所あたりから始めればいいわけですよね。とりあえずは連冠を続きましょう。オッケー、じゃあやっていきましょう。容赦さんね、だいぶ虫の息になっているんですけども、実はね、もう一回で内容できるんですが、すまんな。空港のために、君はコンボで倒す。で、こっちもね、連冠をかけております。で、シバロンのちっちゃんが、ホウセイさんの感性に捕まってしまったんですよね。なので、こっからコンボを決めていくしかない。なので、まずはホウセイさんをギター優敵で引っ張りましょう。シバロのじっちゃんはここで頑張ってもらわなければならない。なんせ彼からコンボが始まるわけだ。本当は激励から始めようかなって思ったんですがね。で、テイクさんの突撃。貴様など突撃で十分だ。で、カンネーの奮闘。もうかわいそうだ、本当。安心しろ各所、我々が負けるはずがなかろう。で、特選。春外さん、特選のイメージばっかりあるな。学神君をね、コンボに加えるために一旦一マス避けて特選にしたんですよね。で、歓声が入る。で、じっちゃんの奮闘。あ、じっちゃん、大丈夫か。こっちで、擬態優敵。今です。今です。で、強撃。だが、フルコンボでいきますよ。そりゃ混乱するわな。ラストは強撃。おお、カンストか、素晴らしい。で、ついでにライドも捕獲。あとはホウセイさんを加えるべく向かいましょう。ヤグラガールドが結構鬱陶しい上にね、川もあるんですよね。あ、ちょっと様子を見に来たかな。ま、ボコボコにしたわけですけれどもね。とりあえずはシバロさんを助けに行こう。
そのついでにこれを破壊していく。それで450人もやられるんだ。ま、こちらの船員は十分に高い。さーて、これでどうなるかな。まずは先方、甲虫の奮闘から始めていきましょう。これで残るは龍翔くんだけになるかな。これで宝石を手に入れることができればよいか。さあ次は激励。死ぬ気で戦え。もう一切手加減せずに戦っているという。で、まあ短期決戦ならばね、砦を落として龍翔くんボコればそれで終了なんですけれどもね。さあ側面攻撃、白将さんですよ。で、連貫させている、完成。で、乱射が入る。そのために艦名をここに置いていたからな。で、短期がけ。私の美しさにひれ伏すがよいみたいなことを言わないかな、春海さん。おお、こっちはクリティカル。学神の突撃。学神くん、ほんと多いね。クリティカル演出が。どうだ、思い知ったか。いや、思い知りましたよ。で、援護。任せておけ。あ、ちゃんとね、シバロさんは生きていますからね。ちゃんと、傷つきながらも、こっちの陣に来たわけですからね。そのシバロさんが最後に企画を入れる。さあ、またしてもフルコンボですよ。99,999。さあ、これで宝石はゲッチュー。ほんと一切容赦せずにやっているな。まあ、あとは砦まで攻め込めばいい、泣きのこと。さて、あとは君だけだぞ、龍翔。昔最後にやったのがもう10年以上前で、その時と比べるとだいぶ鬼畜になっているからでも昔ね、高校の頃にやっていた頃はやっぱり後半戦が相当厳しくなったんですよね。思うように捕獲できなくて、で相手がどんどん強くなってしまうんですよね。今回はうまく曹操軍の武将とか、あとあちこちの武将を加えながら、まあこうやって拡大しているわけですもんね。シバロさん、どうしようか、もう半死にしているからな。まあどうせ次の師匠になればみんな回復しますからね。じゃあ一旦押し出しておこうか。でも、龍翔もヒットポイント高そうだな。やっぱり位高いでしょう。7ぐらいあるかな。うんだよな。9000あるもんな。これは時間がかかるな。さあ、どんどん追い詰めていきますよ、龍翔。確か高速隊ならば、はしごをかけて、この辺から向こうまで確か行けたような気がするんですよね。まあ、とりあえずは前進を続きましょう。一応ね、弓の攻撃は当たるんですがね。まあダメージは少ないかな。まあ単純にジュインクさんがね、頭あまり強くないっていうか、ダメージを与えられないんだろうけれどね。さあ、怯えるが良い。そこで工作部隊を足止めしようとするか。一周見、こっから行けるから行けるんだと、どうやって言っているんだ。一周見ですよね。弓と比べて直線だと思うんですかね。とりあえず、高干渉さんも、門の破壊に入る。白将さんでも94か。でも、学神の方はこれで門を破壊できた。さあ、開けよ、龍翔。素直にこの龍理軍に職を明け渡せばよいもの。こっからこうスンスンって生きれば、あ、でも破壊ってあるんだ。
壁自体を波状槌で攻撃する。どれだけ威力高いんだろうか。あ、本当だ。壊すことができた。じゃあ乗り込んでいきましょうか。激励とかあるからな。あ、企画もいけるんだ。こっちに向くならば、もう回か。まあでもしょうがないな。激励とか火系とか。側面攻撃ね。ここで一旦擬態幽敵を入れておいて、で多分純一さん側面攻撃入れてくると思うんで、砦の中で立ち回ることはできるかな。今です。変に一歩前進して工作部隊を攻撃されても迷惑ですからね。コーチューさんが、あ、でもそっち行くんだ。コーチューさんもう攻撃している意味あまりないかな。そこからならば石弓の攻撃が当たる。一応攻撃、いや、でも前進しようか。一応弓が当たりますからね。こっちは長江がそこにいるならば、あ、一斉突撃で押し出すことができるんだ。まあ、それか強行突破で突き抜けるか。まあ、多少は背後に回りやすくなればいいかな。さっきのコンボでもうだいぶやりきってしまったところもあるんですがね。じゃあここも破壊しちゃおう。こっちは側面攻撃いけそうだな。なぜ側面攻撃がこれだけあるかというと、まあ、敵から奪いまくったんですけどね。で、奮闘でいけるかな。じゃあ、これでまずは企画。艦内の部隊をこちらに寄せましょう。これでダメージは結構入るはず。3500か。で、こっちの奮闘。で、激励。父に生あり、死ぬ気で戦え。次は長江さんかな。いや、特選が入るか。ならば鳥はこの長春貝が務めさせていただきましょう。側面攻撃。じゃあな、龍将。さて、これで職を取ることができた。職がまあ、駅州かな。まあ、ただでさえ、その前の、さらにその前の章かな。結構あちこちうろつろして、いろんなところを占拠しているわけですが。おやおや、レベルアップはこれだけか。順位く強撃。学進特選。お、強度ゲッチュ。ああ、こんなことになるとは。次は上陽の防衛戦かな。もしくは艦中か。劉備は生徒を陥落させ、劉将は降伏した。そうだな、まさしく陥落していったな。慶州に加えて益州も手に入れ、ここに天下三分の計はなる。今の劉備さんならば曹操とか、あとは孫権あたりは一人りだと思うんですがね。艦中を制圧、艦中を取ったか。孤島と慶州を狙う。劉備、曹操、孫権は三つどもえの様相を三つどもえになっていないんだだな。お、曹操が艦中を占領しました。曹操さんも、領土がただ広いだけですもんね。暗雲の継承。ちょっと読み間違えそうになったっていうね。期限までに艦中攻略。お、5位か。で、貢献。で、次は5ランどんどん入るね。どんどん入るね。これで、法政や、あとは、超人かな。
おお、いるね。武芸順で言って超人さんいるかな。あ、いたいた、よかった。で、これでここを取ればいいんですよね。軍団ってどこまで動かせれるのかな。あ、この辺は取ることができるんだ。こっちは中立ですね。ってことは、ここに、徐陽におけるカウンたちは北に進ませて、まあ、巨匠から来る曹操軍を食い止めながら、こっちは、漢中を包囲するように軍団を差し向けていく。こんな感じになるかな。まあ、10ターンありますからね。そこは、まあ、ゆっくりとやっていきましょう。特に欲しそうな。こっちは、あ、宝生がいるから巨生が入る。漢中を守るは、加工トン加工園。張さん以外も取れない人ばっかりじゃないですか。肝心の曹操さんいないし。なるほどね。じゃあ今回はここまで。次は、まあじっくりとまあ肝中にいる曹操軍を追い込んでいきましょう。では、これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。